スノーマン・ラウール、ジャニーズ最後の日にメッセージ、泣いちゃう、これからも応援する、と反響続々。スノーマンのラウールが16日、自身のインスタグラムストーリーズを更新。ファンにメッセージを送り、反響が寄せられている。ラウール、ジャニーズ最後の日にメッセージジャニーズ事務所の社名変更前日となったこの日。ラウールは、いつもありがとうこれからもよろしくね、とにっこり笑顔の絵文字と共にメッセージ。さらに、事務所へ入所するきっかけとなった履歴書に貼った少年時代の自身の写真を投稿し、懐かしい、と振り返った。この投稿にファンからは、こんなの泣いちゃうよ、ラウールらしいメッセージ、これからも応援するね、ラウールを推せて幸せだよ、これからも大好き、など反響が続々寄せられている。ジャニーズ事務所、社名変更、新会社設立へ小ジャニー北川氏による性加害問題を受け、現ジャニーズ事務所は2日に会見を行い、タレントのマネジメント及び育成業務を完全に撤退して、被害者への補償業務のみを行っていく新社名、スマイルアップ、スマイルアップを発表。17日付で変更し、補償終了後に廃業予定。現所属タレントについては、新たに設立するエージェント会社と個別に契約を結んで活動するとし、新エージェント会社の社長は東山紀之、副社長には井ノ原快彦が就任、会社名はファンクラブで公募するとしている。